さあ始まりました中根画伯の世界、毎週画伯の素敵な絵を紹介して、絵画に触れるというこのコーナーですが、画伯の強い意志で、この番組中画伯が3回笑ってしまうようなことがあれば、それは芸術をけなしたということになり強制終了になってしまうこの番組です。なんでね、絵を紹介する前に画伯が3回笑わないことを皆さん祈っていてください。というわけで中根画伯です。よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいよ。何が面白かったですか。もうなん、じゃあ集中したんですけど。ああ、ちょっと静かにしてもらっていいですか。じゃあ声ちっちゃいですよね。ちっちゃいです。もっと張ってください。僕ぐらい張んないと入んないですよマイクに。あ、お願いします。はい。お名前は中根画伯です。は。はーってなんですか。はい、いや今日のこの収録が始まる前に画伯が大変気合いの入った言葉をいただいて、はい、まあ、今日は大丈夫だと。いやもう今日は大丈夫、集中していくから大丈夫だと。そうです。だからね、もう1ミリたりとも笑わないという鉄の決意のもと。それはもうそうです。もうだ、笑うなんてもう論外ですよね。趣旨がそうです。作品を紹介する前にち笑いです。ありがとうございます。この方あれですよね。これこの方顔を隠しながら、ね、顔を隠しながらおじゃる。この方、あ、この方はですね。お名前なんですね。あれですね。やめときましょう。やめときましょう。はい。個人情報ですからね。はい、我々がよく行く、ホールの、名物店員ですね。タクちゃんこいつです。めっちゃいい人です。めっちゃいい人です。めっちゃいい人です。大好きだから写真。見てくれてますからね。服部さんの。あ、本当ですか。台の色にめっちゃ変えた。そうそうそう。台の色味変えて店長に死ぬほど怒られたやつ。ね、早速一話集中するって言ったじゃないですか。今日本気。いやもう今日はね、もう最初で最後。なんだよ。な、何ね、今日は最初で最後。最初で最後ですよ。どういうことですか、最初で最後って。笑うのは最初で最後。はい。さっきの一笑いが最初だった。さっきのもう店員さんはやっぱ店員さんはやっぱまずい。まずいっす。わかりました。まあそれはまずいということで。ちょっとすっごい見てくる。全然ダメじゃないですか。さっきのと同じ写真。さっきのと同じ写真ですよ。ピースしてない。さっきもしてた。さっきもしてたよ、ピース。あ、そうですか。してたから大丈夫ですよ。言ってしまえばこれを見てる方にはこの面白みは伝わらないですからね。すいません。なんで切れたんですか。いやいや、この我々内輪受けですよ、要は。そうです。だって皆さんにお顔お見せできませんから。じゃあもう編集で入れとくわ。いやいや、ダメだよ。首から下にしてくれ。名札も隠してあげて。ちょっと俺の送っといて、その写真。わかったわかった、一応送っとくけど、はい、まあこの方っていうことで。うん。え、同じ写真か。同じ。あ、ギュッギュッてしてる。こうなったのがこうなったのがこうなっただけですね。こうなっただけです。もう身内笑いじゃん、そんなの。じゃあ編集で入れときは終了。